算数角度、思わず感心する算数オリンピックの両門、おまけ問題付きです。では始めましょう。 AB イコール1センチ、BC イコール4センチの長方形 ABCD の辺 AD 上に AP より PD が長く、角 BPC イコール90度となるように点 P を取ります。この時角 ABP の大きさを求めてください。では解説をします。図において BP を延長し BP イコール PE となるような点 E を取り、その後点 C と結ぶと三角形 BPC と合同な三角形 EPC ができ、 EC イコール BC イコール4センチです。さらに点 E から BC に垂線 EG を下ろし、 AD との交点を F とします。三角形 BAP と三角形 EFP は BP イコール EP、 角 BAP イコール角 FPE イコール90度、角 BPA イコール角 EPF なので合同な三角形です。よって EF イコール BA イコール1センチなので EG イコール2センチです。すると三角形 EGC は正三角形の半分の三角形なので角 ECG イコール30度となります。角 BCP イコール30÷2で15度であり、三角形 BCP において角 PBC は180-90-15で75度。よって角 ABP は90-75で15度が正解となります。おまけ問題です。色部分が正方形であるとき、長方形 ABCD の周の長さを求めてください。この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお、他の動画でこの問題の解説をしていますので、概要欄の URL からご覧になってください。